ロークで懐が深いって言いますよね。なんかようわからないですよね。でも先日までちょっとスペイン行ってたんですけど、その懐が深いって、あ、こういうことやなっていうね、スペイン期待の星、日本で言うと今年の春高校卒業する年齢になるニコラ君で、ニコラ君ですね。クンクンがですね、なんかパンダみたいな名前ですけども、クンクンがですね練習してまして、まあね、まあ懐が深いっていうのはこういうことやなという、スペインのこう期待の星、次世代のこう至宝みたいなですね、その選手お願いして動画をね心よく撮らせていただいたので、今日はフォアハンド、懐が深いフォアハンドの映像を見ながら、あ、懐が深いっていうのはこういうことなんやという感じのところをご紹介したいと思います。あとはですね、やっぱり同年代だと日本人では先日このチャンネルに出ていただいた渡辺誠太選手、同年代でございます。あと田島直樹選手、同年代でございますね。まあ、あのその2人のためにもですね、ちょっと弱点的なところですね、やっぱりですね、探しとかなあかんなみたいなですね。では行ってみましょう、どうぞ。はい、今日はフォアハンドストローク中心にご紹介したいと思います。これね、あのコートの中に GoPro を置かせていただいて、正面からフォアハンドストロークを撮らせていただきました。ありがとうございます。本当にね、心よくいいよいいよみたいな形で撮影にね協力していただきました。大会が近いのにね、大会が近くてすごくこう真剣に練習をしている中でOKをいただいたので、もう感謝です。はい、さあまず運動連鎖的なところ、もうお手本みたいな使い方なので皆さんと一緒に見ていこうと思います。まあ、よく運動連鎖って言いますけど、まあ、下半身から上半身にうまく力が伝わってると、ざっくりそういう意味で捉えていただけたらいいのかなと思います。地面を蹴る力が最後ボールにねしっかり伝わってるのが分かると思います。まあ、ちょっと詳しく言うと、ここで膝が伸び上がっていった力で腰が回転していきます。腰が前を向いていきます。こういう感じですね。でまた上半身はその腰が回転して前に向いていく、でそこから肩、肘、手首、最後ラケットヘッドっていう感じで順番に前に出てきます。これがスムーズにスルッと流れることで綺麗に力が伝わっていきます。なかなかこれだけスピーディーに、しかもしなやかに体が使える例っていうのはね少ないですから、いいもん見ましたね。はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。柔軟かつシャープっていう感じのフォアハンドです。はい、で今日のテーマである懐の深さですけど、奥川ね、あのジュニアのトップ選手とこれ練習をしています。本当にこうスッとニコラ選手が構えると、まあ、そこにボールが入ってきて、もう構えてしまったらどこにボールが来てもしっかり真ん中で捉えて打ち返せるよっていう、この懐の深さですね。少々打点がぶれようが近かろうが少々遠かろうが全部真ん中で捉えて全部しっかりと打ち抜いてます。はい、もうボールがバウンドする前にはねこれだけ構え込んで待ってます。で体の右側に広いスペースがありますから、このスペースどこにボールが飛んできても打てるように構えてます。簡単なようでね、詰まるんですね。普通は全く詰まらないです。すごくいいスペースが体の右側に作れていると思います。はい、これ奥で一緒に練習している選手はもう同年代のスペインの1、2で練習をしています。クロスラリーですけどね、こちらももうテイクバックを取ってしまえばどこに来ても正確に打ち返すという感じです。はい、
で懐が深い選手の特徴ですけど、カウンターショット、こういうランニングショットのパッシングショットがね、やっぱすごくうまいです。構えが速いです。これだけ構え込まれると相手としてはもうストレートかショートクロス系か全く読めないですから、本当に動けないです。これだけ構えてますね。ボール遠いですけど、これだけためを作れてますから、もうどちらにでも来るかなっていう。でこれだけ外から回し込まれるとすごくリーチのある選手なんですけどね、動けないですね。はい、これはまあ唯一の弱点というか、まあ特徴なんですけど、これ奥は ATP100 以来の選手と練習をしています。相手の方が、練習相手の方がフォアハンド一発の球の力は強いです。ニコラ選手はこういう感じで打球面がテイクバックの時に後ろを向いてしまいます。これはまあ私の主観ですけど、打球面がこう後ろを向きすぎる選手というのはあんまり当たりがこう一発ガツンとこう熱い当たりっていうのは出にくいような気がしています。この練習でも相手の選手の方がフォアはいいんですね。ただニコラ選手の方が確率が良くて、相手のボールに正確に合わせて返球をする、そういうタイプの選手だと思います。試合中もちろんエースはあるんですが、一発の強烈なフォアハンドで押していくっていう感じよりは、どちらかというとアベレージで攻撃をしていって、カウンターショット、パッシングショットで最後決めるというスタイルになる選手かなと思います。すごくね、フォアハンドの時の腕がしなやかですよね。リストをうまく使うんですけど、こねてる感じがあまりしない選手です。さあ、ということは一発が出ないので、こういう前に入って叩く動き、ものすごく練習をしていました。これからハードコートシーズンなので、まあ、後ろにいるだけじゃなくてどんどん叩いてネットに行かなきゃいけないっていう意識がおそらくあって、コーチと2人でね、どんどん叩いてネットに行こうっていう練習をしていました。抜かれることも多いんですけど、こういう形でステップインをして中に入って高い打点で叩いていくと。男子のテニスもどんどんスピード化していますから、まあ、後ろでやるだけだとね、いくらカウンターパッシングが上手くても苦しい場面多いですから、チャレンジして前に入って決めに行く練習をしていました。はい、横から練習を見てるとタイプがすごく分かるんですが、バックはねとにかく得意なのでどんどん前に入ってきますね。フォアは少し待つスタイル、懐深く待つスタイルでプレーをする選手なのかなと思いました。最後ボールの、ボールの軌道はちょっとこういう感じでコートの中に入って取らせていただいたんですが、スペインの選手にしては直線的です。ナダル選手がいるイメージで、スペインの選手って言ってもものすごいトップスピンで、ものすごくこう高低差のある跳ねるボールをばかりを使うってイメージがあるんですが、意外とそんなことはなくて結構直線的な選手も多いです。ただ回転はねものすごくかかってて重たいボールです。練習中はこういう感じで直線的に打っといて、試合になると弾むボールと直線的なボールをうまく混ぜてくる選手が多いのもスペイン人選手の特徴だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は、まあ、懐が深いストロークってどういうことなのっていう視点からニコラ・クン選手のですね動画を見ながら紹介をさせていただきました。とにかく構えが速くて、その後どこに来てもストライクゾーンというか、どこに来ても正確に捉えられる選手、そういうストロークを懐が深いと
言います。相手からすると全くコースが読めないし、早く打っても早く返ってくるし、ミスしないし、とても戦いにくい選手だと思います。はい、このニコラ・クーン選手、ものすごくスピンで期待されている選手ですので、次回は彼の必殺ショット、バックハンドストローク紹介していきたいと思いますし、その後、サーブであるとかポイント練習なんかも、はい、紹介していきたいなと思いますので、世界トップレベルの18歳の選手の動画を参考にしながら、いろいろね、勉強していきたいと思いますので、次回もお楽しみに。ではまた。Street alone.